じゃあ、ワンパターンですけど、もうこれだ、なんか悲惨だな。こうなります。実はこれ対象行事ですね。対象ですから、ちょっとまだ教えてないんだけど、対象だったらもう実はすぐに分かるんですけど、これ対角が可能なんです。というわけなんですけど、いいとしまして、これもうしょうがないから、どうやるんだろう 大したことなくて、0と0はあるんで割と楽なんですね、これ。プラスの3、符号の置換に当たるのはこれ生きてますね。で、ここをそうするとこう0ですね。で、これも0ですね。だからプラスのところ0ですね。で、それでマイナスのところは、どこだっけ、これ生きてますね。それからこれ死んでますね。で、これ生きてますね。というわけで3項しか出てこないの。まあしょうがないからで、それで展開しちゃいましょうか。それでいいかな。展開すると、で、ここはちょっとマイナスですね。マイナス4、マイナスで、マイナス2、マイナス2で4で、こうですか。それで、あと、これが生きているかな。マイナス2の2乗で4ですよ、ここ。で、ラムダマイナス4ですか。で、ピカッと光って、これとこれ足すと、4倍の2ラムダマイナス3、6ですから、ラムダマイナス3が見えますね。そういう。もうちょっとなんか、まともなアイディアないかと思ったんだけど、そうすると8倍のラムダマイナス3ですね。だから、ラムダマイナス3で、ラムダマイナス2、ラムダマイナス引く8ですね。で、それとラムダマイナス3のマイナス、6ラムダですね。8とマイナス1消えて、だからラムダマイナス3、ラムダマイナス6ってなっちゃいます。ですから、固有値は、ラムダイコール036です。で、またワンパターンに、さっきの方が ちょっと重複があったりして面白かったかもしれませんけど、この瞬間だから対角化できるっていうのがあっちゃうわけね。じゃあ0からいきますか。で、しょうがないからこう0入れるしかないわけね。ああ、大変。0は、こんなの入れる必要なくて、A ですね。A イコール322220。こうですか。ああ、大変。で、これ交換したりして、2分の1倍したりすると、110で、322で、204ですか。で、そうすると、この3消しますか。33だから0、マイナス12なの。で、本当はですね、ずるいと、ここを計算するのは実は、今の計算が合ってたら大丈夫なんですよ。だって、どうせこのランクがいいですか。これ行列式、ちょっとだんだんいろんなことを教えていきますと、このランク A は、行列式、これラムダが0ってことは行列式0ですね。これランクが2以下ですね。ですから、そうすると3行あるけど、2行で、
十分なわけ。この2行1位独立だったら他の行はその2行で書けちゃうわけ。いいですか。ですから本当はもう204で忘れちゃっていいんですけど、本当はこれずるいんですけど、よく分かったら大事なことです。ただしこれ計算するってことは検算になりますからね。いいですか。で204から220を引いたらどうですか。0マイナス24ですか。ああ合ってるたり、まあこれで大体ちゃんとうまくいってって分かります。例えばここはだから今の計算で明らかにこれとこれとこれが3行1位独立になっちゃったら、もうそれはなんかどっか間違ってるってことですね。いいですか。まあでも計算正しいと思ったらここも忘れてもずるずると書いちゃいいんですよ。そういうわけなんですけど、ですからちょっと絶好調に喋ってきますと、あ、そうそう、ここもちょっと102か、こうなっちゃいます。ですから XYZ が V0 というのはこれカーネルですね。 A のカーネルですけど、 X イコールマイナス 2Z、 こうなりますね。ですから、XYZ はマイナス 2Z、2ZZ で、これがこういうベクトルです。でラムダイコール3に行きますか。ラムダイコール3入れると、3i3 マイナス a ですか。これどうなんですか。これもなんかもう全然計算も何もしないで始めちゃいましたからしょうがないんですけど、それでマイナス20もマイナス1ですか。でそうするとどうだろう、このマイナス2でこのマイナス2消すと、あ、もうこれも11にしちゃいましょう。0マイナス2マイナス2、011にしましょう。でマイナス2でこれ消すとどうなりますか。0じゃなくてマイナス2、それで引くとこうなりません。だからこれ忘れていいですね。でこれとこれ交換しちゃいましょうか。で2のマイナス1、0でこうなりますか。1のマイナス2分の1の0で、あ、大変だ。それでまあ地道にやるとして、2分の1、2分の1足すと1、0、2分の1、こうなりますか。ですから、あ、大変でしたけど、XYZ はが V3 に入る条件は、X プラス2分の 1Z が0、 X イコールマイナス2分の 1Z ですね。それで Y がマイナス Z です。よりちょっといい加減に書いてちゃうと、 XYZ というのはマイナス2分の 1Z マイナス ZZ ですね。だから、まあ、2分の Z 出しますか。マイナス1のマイナス2の2というふうに、で Z ノット0ですか。これがこういうベクトル全体ですね。でラムダイコール6の場合、6i3 マイナス a は3マイナス2マイナス2、あ、これなんかすごく地獄っぽいな。こうなりますか。で
まあ、1行と3行を交換して、ここ10マイナス1にしちゃいましょうか。それで、それで、そうすると、20マイナス2をここに足すと、足すと、04マイナス2かな。で、3マイナス2マイナス2から30マイナス3。これ引くと、ま、マイナス2ですか。というふうに、もうこれで、この2列、最初の2列が、2行が、1独立で、これ、それで貼られますね。すぐわかります。それで、大変でしたね。で、これは、もうこれ消しちゃいますね。1、0、マイナス1で0、1、マイナス2分の1で、これ0、0、0となっちゃいますね。ですから、x、y、z、が V6 の必要十分条件は、X イコール Z で Y イコール2分の 1Z です。ただ固有ベクトルは、XYZ は、Z2 分の 1Z と z ですね。というわけですね。でもう2分の 1z ぐらいで食っちゃうと212というふうになります。これが答えです。